並び替え問題、脳トレとして楽しめる言葉遊びが全部で13問です。では始めましょう。第1問、並び替えて意味の通じる言葉にしてください。正解は、歩道橋でした。第2問、並び替えて意味の通じる言葉にしてください。正解は、担当者でした。第3問、意味の通じる言葉にしてください。正解は、赤信号でした。第4問、意味の通じる言葉にしてください。正解は、埼玉県でした。第5問、意味の通じる言葉にしてください。正解は、天橋立でした。第6問、意味の通じる言葉にしてください。正解は、地方銀行でした。第7問、意味の通じる言葉にしてください。正解は、グランドピアノでした。
第8問、意味の通じる言葉にしてください。正解は紹介状でした。第9問、意味の通じる言葉にしてください。正解は有料道路でした。第10問、意味の通じる言葉にしてください。正解は反復横跳びでした。第11問、並び替えて4文字ずつの2つの言葉にしてください。正解は山奥と別荘でした。第12問、並び替えて4文字ずつの2つの言葉にしてください。正解は ざるそばとそうめんでした。第13問、最後の問題です。並び替えて4文字ずつの2つの言葉にしてください。正解は
遠足とやまびこでした。